皆さんこんにちは。改めましてエリメイジです。今回は私の大好きなトックスウェンフルに来ました。今日はどこの施術をやるかというと、首と肩とあと肌管理やっていきたいなと思います。以前ね、こちらの動画は出していると思うんですけれども、やっぱりここのクリニックがいいのが、綺麗、ホテルのよう、接客が素晴らしい、日本語対応がついている、そしてプライベート空間が確実に完備されているっていう、本当にね、誰にも会わずにいつも施術がすることができるので、あんまり施術中のいろんな人に会いたくないっていう方、すごくおすすめなので、ぜひこちらの動画を見て渡韓してクリニック受けてくれれば嬉しいなと思います。それでは早速動画の方に行ってみましょう。これを着替えます。今日は肩のボトックスなので、とりあえず着替えてきます。ロッカールームもすっごい綺麗です。とりあえず施術行ってきます。今日は LDM と肩ボトックスとあと首のケア、もう30代に入ったので首のケアをやっていきたいなと思います。首のケアは、ボトックスを浅いところに打っていきます。縦の首のシワをちょっと施術していきます。まずは LDM で今日今洗顔をしてから、次肩のボトックス、首のボトックスっていう感じで流れになっていきます。でこれからまず LDM からやっていきます。今回はこの前の1週間前とかに直近でウルセラとかレーザー系をやったので、今回はその保湿と再生を促す、成分の入った LDM をやっていきます。結構冷たい。始まっていきます。じんわり温かい感じ。韓国でも最近 LDM はすごい流行っているみたいです。気持ちいい。めっちゃゆっくり当ててくれます。韓国では今回本当にありとあらゆる施術を行ったんですけれども、韓国で受けた最新医療のランキングとかもね、近々出していきたいなと思います。マジで肌の状態がずっといい状態、まあ、ダウンタイムもたくさん大変だったんだけど、ダウンタイム以外でも本当にずっと肌が綺麗な状態で、またね、渡韓する機会があるんですけど、今年本当にね、それまでに綺麗な状態を今度はキープする施術に移っていこうかなと思っています。まだまだね、毛穴の部分とかが気になって、鼻の横はもう傷跡になっちゃってるってこの間ドクターにお伝えをされたので、鼻の横の傷跡が早く治ればいいんですけど、本当にびっくりするぐらい皮膚薄くて乾燥肌なので、この間肌診断やった時も、将来老けやすくなる顔っていうか、シワができやすい顔って言われたので、こういった定期的な LDM の保湿は大切で、だいたい1週間に1回ぐらいがいい施術になっているので、 LDM は皆さん定期的に打つのもいいと思いますし、渡韓でこれダウンタイムがない施術なので、すごいおすすめです。一回ね、保湿終わったら次再生成分を入れてくれます。また入れ込んでくれます。マジで気持ちよすぎて寝ちゃうぐらい。今から麻酔していきます。これがね、布のね、麻酔なんだよね。苦手な方はクリームの麻酔をにチェンジしていただくことも可能なので、慣れてる人は布でもいいかなと思います。ちょっと麻酔が効いてる感じかな。ちょっと해보시겠어요うーうー、 OK。麻酔があんまり効いてないね。これからね、施術していきます。パック、ちょっとチクチクするぐらい。
いろんな針を打ちすぎてもうあんまり痛くなくなってきたけど、初めての人は結構チクチクして痛いと思います。何回打つんだろう、20回ぐらいかな。浅い層に打っていく感じなので、終わったんだけどちょっとボコボコなってる感じ、リジュランみたいな、首にリジュランの終わった後みたいな感じでも、針はすごい細いので全然痛くないって言ったら初めての人はちょっと不安に思うと思うんですけど、リジュランとか慣れてる人だったら全然痛くないと思います。ちょっと赤い感じ、ちょっとなんかこう伸ばしにくい感じ、もうなんか効いてはないけど、次ね肩ボトックスやっていきます。写真載っけときます。こんな感じで私右と左の肩が全然違うんですね。なのでこれの肩の高さをまず合わせてもらいます。右が写真見るとすごい張ってるの分かると思うんですけど、すごい右側が上がってます。進めた。あー肩痛いね。あー肩痛いわ結構。おう、あーなんか変な感覚。あおすごい大きい筋肉に打ってるから、すごいなんか首まで来るような感じです。震える。うお、なんか日本と打ち方が全然違うわ。筋肉を掴んでやる感じ。おお、オッケー、はい、無理だ。今施術が終わりました。肩のさ、私僕なかったさ、いやなんかめっちゃ肩こりはやばいんだけど、本当にちょっとびっくりするぐらい右の肩がガッと上がっているので、ちょっとね定期的に肩のボトックスは打たないとダメだなって改めて思いました。で今首ちょっと見えづらいと思うんですけど、ちょっと写真入れておきます。ちょっとこんな感じでダウンタイムがあります。首若干動画では分かりづらいと思うんですけれども、普通に肉眼で見ると結構目立つような感じです。これは人によるんですけれども、 5,6 時間経てばもう綺麗に消えるそうなので、本当に、ね、私、ね、ここのクリニック大好きな点がやっぱり人にね合わないんですよ。施術日本人の方かな、今日隣でやってるの分かったんですけど、その方ともフロアとかでは1回も会わずに、本当にねプライベート空間が多少ないともね会ってしまうことはあるとは思うんですけど、ほとんども個室で全て行いますので、ほぼほぼ誰にも会わずに、というか私は今日は1回も会わずに施術を受けることができました。安心というか、私はあんまり施術に人に会いたくないタイプなので、すごくおすすめのクリニックです。私ももう30過ぎてからすごいねホームケアでも首のケアをすごく念入りにやっているんですけれども、首ってすごく年齢出やすいです。首とか手とか意外と見られるところなので、そういったところもご自身でできる範囲でケアをねしていただければ嬉しいなと思います。この動画が参考になったなという方は、ぜひいいねとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。その他にもお肌悩みございましたら、お気軽にご相談ください。それではまた次の動画でお会いしてください。ありがとうございました。